カナディアンメテオロジカルセンター、カナダ気象センターの新療予想も見てまいりましょう。このように日本列島の関東地方に上陸しているかに見えるのが11月1日、夜9時の予報になりますが、カナダ気象センターの最新情報になります。 台風22号、なるがえの候補となると圧線ですね。フィリピンの東の海上で、成長発達しながらですね、北上した後、日本列島 ののあるる本州の方へ最接近すすが描かれておりますカナダ気象センターの心流層はなかなかですね、果たしてこの通りになるかどうかというのは非常に疑わしいところではあり、かつですね、かなり先の予報になりますので、予報の精度も低いということが挙げられますが、今後の参考として頭の片隅に留めておいていただければと思います。気象庁の天気図も見て参りましょう。本日日日日の日曜日そして 明日、二十四日の月曜日、あさって、二十五日の火曜日、しあさって、二十六日の水曜日、やのあさって、二十七日の木曜日、二十八日の金曜日、二十九日の土曜日という週間天気予報になります。えー、全国の気温の方も見てまいりましょう。ちょっとですね、えー、だいぶ気温が下がってきていますが、まず、今日の二十三日日曜日から。 そして明日二十四日の月曜日ですね。赤が予想最高気温、そして青が予想最低気温となっております。旭川は最高でも９度、最低だと４度という予想気温になっております。だいぶ冷え込んできていますね。 北海道は25日の火曜日になりますと、旭川予想最低気温は0度ということで、真冬並みの寒さが訪れるということを表しております。あくまでも予想です。26日の水曜日ですね。旭川予想最低気温がマイナス1度となっております。ついに0下に突入しております。 あくまでも予想です。実際にどうなるか、えー、実際の気温は、その時になってみないとわからないということになります。28日の金曜日、やはりですね、えー、石垣島とか、その沖縄地方ですね、最高も最低も高い気温を指し示しております。そして一番先の予報ですね、29日土曜日の予想最高気温と予想最低気温、それぞれ。 このような形になっている 台風,速報台風速報の時間がやってまいりました。2022年10月23日日曜日朝3時42分35秒現在の最新情報を速報でお伝えしてまいります。まずご覧いただくのはウィンディの GFS モードなんですがあ、こちらですね、南シナ海、日本列島から遠く離れて位置にありますが、この南シナ海の海上にですね、非常に弱い活発な対流活動を表す熱帯上乱の低圧部、こちらにあります。でこの位置なんですが、あまずですね、米軍 米の最新情報でも衛星画像でトロピカルデプレッション25ウエスト熱帯低気圧ですね雲画像が見えますこちらの衛星画像の発行時間イシュータイムが10月22日18時00ズールですから日本標準時に修正すると本日23日の午前3時時点の衛星画像ということになりますこのトロピカルデプレッション、えー、まだ台風には発達していない米軍の最新情報が発行されておりますがそれではですね進路予想を見てまいりましょうこちらあ南シナ海 なんですけれども台湾とフィリピンがありますもうすでに南シナ海に入って、えー、西の方角そしてこの後西南西の方角へ進んでいく新流層が描かれております、えー、勢力も非常に弱い状態ですから、えー、この新流層像を見ましても日本列島へ与える 直接的な影響というのはない熱帯低気圧であるということがお分かりいただけるでしょうか。おそらくこの後台風が発達する可能性は非常に低いということが米軍の最新情報からお分かりいただけますでしょうか。気象庁の天気図も見てまいります。まず実況から昨日の22日の午後9時の実況になります。 こちらに見えるのは日本列島なんですけれども、遠く離れた南シナ海ですね。中心気圧1012ヘクトパスカルの熱帯低気圧が西の方角へ進んでいく気圧配置図が記されております。進行速度は20キロです。ママチャリを全速力で超えたぐらいの速さでしょうか。えー、予想も見てまいりましょう。本日23日日曜日の午前9時の予想です。熱帯低気圧、南シナ海に停滞した状態。そして一番先の予想ですね。24日 明日月曜日の午前9時の予想では、熱帯低気圧がさらに西へ進んで、この画面から消えている状態。それではどこに行ったのかというのですね、アジア太平洋駅からで見てまいりましょう。24日9時の予想では、さらにですね、西の方角へ進んだトロピカルデプレッション、熱帯低気圧、中心気圧1008ヘクトパスカルの状態で、南シナ海の海上にあると。 というのが、気象庁の天気図で示されております。天気図では示されているんですが、台風情報では、熱帯低気圧の発生が発表されておりませんという気象庁の最新情報になります。世界中の気象情報をビジュアライズするウヌルスクールネットが運営するアースウィンドマップでも、この気流の渦が確認することができます。まだネット 熱低気圧の段階ではありますがこの気流の渦ですね、非常に弱い気流の渦でありましてこの位置がですね、日本列島から遠く離れた南シナ海の海上にあると。 いうことがお分かりいただけますでしょうか。午前3時のローカルということになっております。それ以外のですね、目立った台風の卵らしき熱帯低気圧の等圧線、気流の渦は今現在見当たりません。液晶衛星ひまわりの最新画像でもですね、こちらの位置、日本列島がありまして、遠く離れた南シナ海の海上に熱帯低気圧らしき、この雲画像が見えます。一番先がですね、これは予報ではなく、 今日の雲画像になりますが、本日23日の午前3時20分までの雲画像を 映し出している気象衛星さて、えて、ー、それではこの点を踏まえた上で、ウィンディの最新情報、まずは GFS モードから見てまいりましょう。この後、新たな台風22号が発生するのかどうかというところなんですが、まあ、これは私個人の感想ではありますが、おそらくこの南シナ海に停滞しているこちらのですね、えー、か弱いながらもカップ 活発な対流活動を表す、この熱帯上乱の低圧部、えー、これは台風22号、なるがえに発達することはないのではないかという感じがいたします。これは予報ではなく、あくまでも私自身の感想になります。で、この後なんですが、やはりですね、フィリピン海、フィリピン海、 のみんなの音の東の会場で、えー、早くも弱いながらも活発な大量活動を表す熱帯、上乱の低圧部が現れてきます。 中心気圧1 0 0ヘクトパスカル、えー、周辺の最大風速、まだ高いところでも一桁台というような等圧線が現れてきてはいるんですが、さて、これが台風22号、なるがいに発達するのかどうかというところなんですが、やっぱりこう徐々に徐々にです、ねえー、等圧線が成長、発達してきます。 えー、一つ目、えー、フィリピンのルソン島に上陸しているかに見えるのが10月のですね、29日、えー、土曜日のお昼の時点。そしてもう一つ。 どちらが台風22号になるのかは、ちょっと定かではありませんが、フィリピン・ルソン島の東の海上にですね、中心気圧999ヘクトパスカル、周辺の最大風速すでに16メートルのところがあります、熱帯低気圧の等圧線、現れてきております。この2つの等圧線のうちですね、どちらかが台風22号になる場合、どちらかが台風23号、バンヤンの候補となる等圧線になります。 一応ですね、台風の規定値である毎秒17メートルの最大風速を超えてくるのが、この南シナ海に入っているこちらの東圧線になりますが、フィリピンのルソン島の東の海上にありますこちらの東圧線もですね、えー、台風の規定値である毎秒17メートルを超えてきております。えー、それぞれ日本列島へ近づいてくるのがですね、やはりこちらの フィリピンルソン島の東の海上にあると忘れんですね、勢力は弱いのですが、一番先の予報、11月1日、火曜日の夜8時の予報になります。中心気圧は998ヘクトパスカル。 周辺の最大風速高いところですと台風の規定値である17メートルを超える毎秒21メートルの状態を指し示しております。こちらの等圧線の今後の進路予想は気になるところではありますが、えー、南シナ海の方へ、えー、西の方角へ進んでいるこちらの等圧線は中心気圧は990ヘクトパスカル、周辺の最大風速高いところですと21メートルのところがあるというような最新情報になっております。 えー、この後の新路予が気になりますよね。 えー、ということで、この続きを同じ GFS モード、えー、トロピカルテビットで、えー、見てまいりましょう。同じ11月1日、夜9時から見ることができます。同じ位置、日本列島の南の海上ですね、中心気圧984ヘクトパスカルの等圧線、そしてもう一つ、遠く離れた南シナ海に中心気圧989ヘクトパスカルの等圧線、2つの等圧線がそれぞれ並んでおります。この後の後を見てままいりましょう ちょっと肝心なですね、こちらの日本列島の南の海上にありました、こちらの東圧線。日本列島を本州へ近づくことなく、早くも天候が行われて、北東の方向へ進路予想を変更しております。11月3日午後3時の予報では、中心気圧967ヘクトパスカルの状態で、 北東の方角へ徐々に徐々にですね、駒を進めていく新流層が描か,描かれております。そしてもう一つ、11月3日午前9時の予報、中心気圧1 0 0 1スカル、フィリピン・ルソン島の東の海上にあります、こちらの同心円状の討伐線、形は崩れており、勢力が弱いことを表しておりますが、 こちらの東圧線もですね、秋台風らしい西の方角、フィリピン、ルーソン島を上陸、通過した後ですね、南シナ海へ抜けて、西の方角、つまりですね、中国の海南島の方、まあ厳密に言うと、西北西の方角でしょうか、海南島の方へ向かって、駒を進める新流層が描かれております。トロピカルティビット GFS モード、一番先の予報は、11月7日の夜9時までとなっております。 これがトロピカルテビット GFS モードの最新情報になり、それではウィンディの ECMWF モードですね。ヨーロッパ中期予報センターの気象モデルをベースする ECMWF モードでも見てまいりましょう。 こちらの等圧線ですね。10月27日木曜日のお昼の時点の予報。中心気圧が13ヘクトパスカル。同心円状の等圧線。周辺の最大風速、高いところでもまだ台風の規定値である毎秒17メートルには到達しておりませんが、フィリピンのビセ生諸島の上陸するすルの位置に接岸しているのはお分かりいただけるでしょうか。 西の方角へ進んでいく新竜層となっております、この後。南シナ海に入って、徐々に徐々に成長発達をしながらですね、中国の海南島の方角へ向かって駒を進める新竜層となっております。これが台風22号、鳴るがえの候補となる等圧線ということになりますが、それではこの後の疑わしい領域はありますでしょうか えー、ECMWF モードも一番先の予報ですね、えー、11月1日火曜日の朝9時まで、えー、となっておりますが、タフ22号なるがいの候補となる熱帯低気圧の等圧線以外は、えー、疑わしい不穏な動きというのは、えー、フィリピン海、えー、太平洋の大海原を見渡してみましても、現れていないと。 こういうような最新情報となっております。非常に平成かつ穏やかな太平洋の大海原、えー、フィリピン海を映し出しております。ドイツ気象局、ダイチャウェターディンツの気象モデルをベースとするアイコンモードでも見てまいりましょう。5日間予報になりますが、 日本列島の東の海上にですね、台風らしき等圧線見えますが、この中心気圧1007ヘクトパスカルですね。周辺の最大風速もすでに台風の規定値である毎秒17メートルを超えていて、一見すると台風に見えなくもない等圧線なんですけれども、これはですね、台風にはなり得ない等圧線であることがお分かりいただけますでしょうか。これなんでかっていうとその理由はですね、日本列島 非常に近いいところから突然現れてきてきるんですね爆弾低気圧になる可能性は否めませんが亜熱帯地方ないし熱帯地方から発生して北上してきている等圧線ではないのでもし、この等圧線がこの通り予報の通りに現れたとしても台風ではないということがお分かりいただけましたでしょうか。 えー、5日間法では異常なしということになりました。台風の卵なる熱帯低気圧、そして台風発生の重要な指標となる海面水温の実況図からご覧をいただきましょう。気象庁の海面水温、10月21日2日前の実況図になります。こちらが日本列島なんですけれども、日本列島の南の海上ですね。まだまだ台風発生の条件の一つである海面水温26.5度以上を示す高い え、海域が、あかなり広い範囲にわたって、えー、残っているという状態になっております。えー、真っ赤からマックス30度の海面水温。まあ、だいぶエリアは狭くなってきましたが、それでもですね、熱帯低気圧の等圧線が現れる フィリピンの東、そしてマリアナ諸島の西の海上ですね。この辺りはまだ27度、28度、29度というような高い海面水温であることがお分かりいただけますでしょうか。予想図の方も見てまいりましょう。予想図になりますとちょっとね、見れるエリアが狭くなってしまうんですが、えー、日本列島の南の海上まで見ることができます、えー。海面水温は徐々に徐々に下がっていく傾向にあります。 これが予想なんですけれども、11月の20日まで見ることができます。日本列島近海の海域、かなり25度のあたりが、大勢、大半を占めていますが、それでもですね、さらにその南の海上、フィリピン海ではまだまだ海面水温26.5度以上、27度、28度、29度の高い状態を維持しながら、徐々に徐々に下がってはいくものの、まだ、 台風発生の可能性が残されている高い海面水温を維持しているということがお分かりいただけますでしょうか。台風それではまとめに入りましょう、まあ。いずれにしてもですね、まず一つ目のポイントは、えー、熱帯低気圧ですね。すでに気象庁の方でも、天気図で示されております。こちらのですね、熱帯低気圧。台風に発達しない可能性が高い、こちらの熱帯低気圧。えー、いずれにしても、 いずれにしましても、日本列島から遠く離れた南シナ海の西の方角へ進んでいく進路層となっております。ただ、この熱帯低気圧がですね、台風22号なるがいに発達する可能性というのは、現段階では非常に低いだろうというふうに、私個人は見ております。これは予報ではありません。私個人の感想になりますので、聞き流していただきたいのですが、おそらくこれはですね、台風22号なるがいには成長発達しないだろうと、 いう感じがいたします。こちらの雲画像ですね。こちらの雲画像です。じゃあ台風22号なるがいになるのは、ど、どの等圧線かということなんですけれども、えー、この後現れてくる、新しい等圧線になります。ただ、いずれもですね、台風22号なるがい、台風23号、バンヤン、えー、そして、 台風22号、台風24号、山猫の等圧線、山猫らしき等圧線が現れてきたとしてもですね、このように気圧モードに切り替えてみますと、やはり日本列島の上空を、この移動性高気圧ですね、様、え、子、ー、高気団 が張り出しているこの高気圧群バリアが上空を覆ってくれておりますので日本列島へ近づくことなくですね秋台風の典型的なですね新、えー、進路予想となっておりますつまり西の方角へ進むかあるいは北東の方角へそれていくかというようなそれぞれの進路予報進路予想ですね えー、GFS モードではあ、日本列島の上空を常にですね、えー、高気圧群バリアが覆っておりまして、日本列島をお台風及び熱帯低気圧からガードしてくれている予報となっております。えー、気圧の谷ができる瞬間が GFS モードではありませんね。えー、ECMWF モードではどうでしょうか えー、太平洋高気圧、つまり小笠原気団とそれからあ洋子高気団、移動性高気圧の張り出し、えー、これらがですね、ガッチャンこと合体して、えー、日本列島の上空を高気圧群バリアが見事に覆ってくれております。まあ、これ、これ見ますとですね、こちら台風らしき等圧線があー高,高気圧の中に入り込んでいますが、本来はこのようなことはありえません。起こり得ないということですね。 えー、台風というのは、高気圧のヘリに沿って進む性質がありますので、えー、本来は高気圧の中には入れません。まあ、これはあくまでもですね、えー、ECMWF モードのコンピュータグラフィックのシミュレーション、シミュレーション画像となっておりますので、まあ、あ高気圧群の中に、えー、低気圧が入り込んでいるかに見えますが、 ま、これは台風の等圧線ではないということは、先ほど来、ご説明をさせていただいております。えー、ですから日本列島の本州へ、えー、本州は愚かですね、えー、南西諸島、沖縄地方及び小笠原諸島へも近づいてこない進路予想となっておりますが、 えー、ただし、一つの例外がありまして、えー、カナダ気象局 CMC ですね、カナディアンメテオロジカルセンター、あーカナダ気象センターのー進路予想では、このように日本列島の関東地方へ上陸しているかに見える熱帯低気圧の等圧線があります。これがですね、えー、カナダ気象センターの場合は台風22号、なるがえの候補となる熱帯低気圧 低気圧の等圧線となっております。えー、そして GFS モードでは、まあ、先ほどもご覧いただいたようにですね、台風24号、山猫の候補となど等圧線が出てきておりますが、まあ、いずれもです、ね、日本列島の本州ばかりでなく えー、あ、小笠原諸島のあたりは、やっぱちょっと通過する進路予想にはなってしまいますが、こちらは台風22号、なるがになるのか、台風23号、番屋の候補となるのか、ちょっとわかりませんが、小笠原諸島近海は通過していく進路予想になっております。そしてこちらが台風24号、山猫の候補となる熱帯低気圧の等圧線ですね。 まあ、日本列島の本州へ近づくことなく、そして、えー、沖縄、沖縄県、沖縄地方へも近づいてこない診療層となっております。ちょっとね、あのー、視聴者様の方から台風24号、山猫というのは面白い名前ですねというコメントがいくつか寄せられておりました。で、これはですね、えー、山猫というのは日本が命名していますね。 えー、これはあ、山猫座を表しています、えー。さらにはもう一つの意味がありまして、山野に住む猫というのが、あこの命名の,この名前の意味ですね。山野に住む猫。えー、これが台風24号、山猫の意味となります。まあ、当面はね、えーまあ、心配ない予報となっております。あくまでも予報です。 予報ですから実際この通りになるというものを保証することでは予報この通りの予報になりますと保証するわけではありませんが、えー、とりあえず11月の1日、えー、ですから今月いっぱい10月いっぱいはです、ねえー、台風の心配をすることなく枕を高くして寝れるのかなという現時点の10月22日の 4時10分01秒現在の予報にはなっております明日になるとねまたガラッと予報変わるので、えー、最新情報をこまめにチェックをしていただきたいと思いますが、まあ、だいぶですね10月の下旬に入りまして台風発生のリスクというのもですね9月に比べると低くなってきたというのが私個人の正直な感想であります。 ということで、今後もですね、台風に関する最新情報を速報でお伝えしてまいります。えー、台風の動向が不安で心配で夜も眠らない方、またそうでない方もですね、ぜひチャンネル登録の方を押していただいて、えー、台風に関する最新情報を速報で入手をしていただきたいと思います。この台風情報ですね、 最大限にご活用、お役立ていただくことでご自分の身、そして、えー、大切な人の身をですね、守っていただければと思います、えー。台風情報、このですね、台風に関する最新情報というのは非常に良い,い防災に役立ちます。私からは以上となります。